4月に入り新しいシーズンをスタートさせたバサジー大分フットサルトップチーム。今回は今季バサジー大分に加入した選手を紹介いたします。背番号23番、芝野壮太。かつて4シーズンにわたりバサジー大分で活躍。その後シュライカー大阪を経て2シーズンぶりにチームへ復帰。今季シュライカー大阪から移籍してきました芝野壮太です。2年ぶりの加入ということで、気持ち新たにもう一回頑張りたいと思います。芝野選手のプレーといえば抜群の身体能力、そして両足を利き足とするピボとして前線でチャンスメイクからゴールを狙います。今日は、とりあえず個人としては、20点は取りたいなと思ってますし、チームとしてもプレーオフに出れるように頑張っていきたいです。今月行われた日本代表強化合宿にも招集され、今シーズン代表メンバー定着を目指すそうです。年明けにワールドカップ予選を兼ねた AFC の選手権があるんで、その選手権にまず出るために、まず東アジア選手権ですよ、まずそこに選ばれて、そこで活躍して、今後はワールドカップにつなげていけるように思っていきたいです。最後にファンの皆さんへメッセージです。また大分でプレーできることをすごく嬉しく思ってます。今年はプレーオフ出場できるように頑張っていきます。で、個人としても、これまで以上の活躍をしていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。続いては背番号5番、滝沢大翔。今季バサジー大分に加入した滝沢大翔です。22歳、よろしくお願いします。昨シーズンから創立した F リーグ選抜の1期生として F リーグデビューし、 F リーグ選抜の中核を担う存在として頭角を現しました。 F リーグ選抜としてチームメイトたちと共同生活をして、その中でこうフットサルだけをするという1年間とても成長させてもらいました。まだ22歳と若く、将来有望な選手の一人である滝沢選手。そうですね、まずは試合にコンスタントにこう出場するということがまずは目標になってくるんですけど、昨シーズンは7点だったので、今季は2桁得点を目指してやっていきたいです。最後に今シーズンの意気込みは。バサジー大分の優勝とプレーオフ進出を目指して頑張りますので、応援よろしくお願いします。今季バサジー大分へ加入した選手たちの活躍に期待したいですね。そしてまだまだ新加入選手の紹介は続きます。お楽しみに。